アンチリテラルの数秘術師は、ウサギ合算羊による日本のライトノベル。イラストは、笹森智恵が担当している。電撃文庫から観光。人は、デルタ T の狭間に生まれ、そして死んでいく。人間に、無限なんてものは扱えないの。そう言ったのは、白銀の髪と緑の瞳を持つ美しい少女、羽詐樹ゆきな。彼女は飛び降り自殺をしたのだが、なぜか死ななかった。 その現場に偶然言い合わせた高校生の少年サ上ウ一は彼女の背中に一瞬赤い天使の翼のようなものを見る。この出会いが二人の人生を変えることとなった。東京内戦と呼ばれる紛争が終結してから5年が経った世界。そこでは集団拳銃自殺という奇妙な事件が続いていた。その事件は一切が謎なのだが、 そこに赤帽子という都市伝説の怪人の影が見え隠れする。赤帽子に何かを願うと、彼はその願いを叶えてくれるという。そんな時、その怪人に聖一の妹である最上愛花が誘拐されてしまう。必死の思いで愛花と赤帽子を見つけ出した聖一は、怪人の周りに浮かぶ赤いノイズがかった数字が見えるようになる。その場に現れた雪菜は、 それは無次元数と呼ばれるものであると説明し、聖一を殺そうとした赤傍子に戦いを挑む。無次元数とは何なのか、雪き名は何者なのか。そして明らかになる東京内戦の真実。ここから遥か昔から数を操ってきたものと数を歪めるものとの戦いが始まる。最悪の数とは変革の意思と呼ばれる無次元数の集合体によって、 自身の一番強い思いを最適化されて生まれた人間。無次元数を意図的に歪めることで本来なし得ない奇跡を起こす。その際、無次元数は傷つけられた赤い数字となって見える。目的不明、構成人数不明のニコラテスラ博士をリーダーとする謎の組織。ありがとうございます。